こんにちは、速稼塾の久保です。昨日いかがでした？高値掴み、分かったですかね？やっぱりね、ずっと上がり続けてみんなが集中してる時って危ない時なんですよ。多くの資金が集まったってことは、その前に仕込んだ方が利確する絶好の利確ポイントになりうるんですよね。まあですんで、まあ上級者の方は今回みたいなことにはなんないと思いますけども、まあ、最近ね、ビットコインとか投資に興味を持ち始めた方は、ここで損失を出して資金を失って退場、もしくはね、ネガティブなことになって、なかなかね、次の購入に踏み切れないってことになると思うんですよ。まあでもね、そこが付け目と言いますかね。今500万前後になったでしょ。だからここでまたね、580万前後で売り抜けた人はまた買ってるんですよ。だからここがね、儲ける人と儲けない人の違いなんですよね。結局はビットコインは上がり続きます。一旦大きくドカンと下がりますけども、でも数ヶ月前は700万から350、60万まで行ったわけじゃないですか。結局700万ぐらいで利確した人が350、60万でまた買ってね、で今回580万ぐらいでまた売って500万前後でまた買ってってことやってるんですよ。まあ、これがだからね、なんでなのって言われたら、まあ一言言うと、いや上級者だからですよ。だって勝ち続けてるわけですから、同じパターンで。で負ける人は同じパターンで負けるんですよ。じゃあどんなパターンで負けるかっていうと、勝つかっていうと、高値で買って安値で売る、ね、これでは勝てるわけないですよね。高値で売って安値で買う、これをただ単純に繰り返してるだけなんですよね。じゃあ高値をつけたのが580万前後だとしたら、ここで売らない手はないですよね。で今500万前後になった時に買わない手はないですよね。その差額100万を取ってるわけですよ。まあ単純にこれだけなんですよね。でこの単純な理屈を補填するために、さまざまな細かい理論理屈があるんですけども、やっぱ私なりに思うんですけども、テクニカルが素直に活かせないのがビットコインをはじめとする暗号通貨だと思うんですよ。そこまで出来高が多くないと、ファンダメンタルに引きずられる、でもファンダメンタルばかりではないってところに第三の選択肢理論がいるんではないかなと思ってるんですよね。だから暗号通貨独自のこのトレードのスタイルっていうのがまだ確立してませんので、超反駁地みたいなところありますけども、それでもね、投資で勝ち抜いてきた、もしくは投資でしっかりと実力をつけてきた方っていうのは、こういうふうな暴落に巻き込まれないんですよね。むしろこの暴落を生かすというよりも、暴落を起こしてるのが誰かっていうことなんですよ。508万前後で売った常に勝ってる上級者が勝つべくして勝ってるってことなんですよね。少なくとも500、560万、780万で勝ってる上級者はいないですね。買うならやっぱり落ち着き始めた500万前後、490万とかでね、しっかり買えたんじゃないですか。でそこで買った人がいるから、今また価格が上がってきてるわけですからね。というところで大きなインパクトがありましたけども、まあ今回のことはね、原因ははっきり言って一つではありません。複数の原因が絡み合って、そこに利確とロスカットが巻き込まれていって、こういうふうになりました。まあでもこれ以上は私の判断では落ちないと思いますので、仕込み時期に入ってもいいかなと思いますが、しかしですね、肝心なこと言いますけども、やっぱり100万以下で購入してる人が1000万になるまで待つ、その間に上下があっても気にしないっていうのが最強のスタイルなんで、結局は取得単価が全て、100万円を超えたらもう買えないでしょって言ったのが、ここでも生きてきてるんじゃないかなと思いますよね。それではね、ビットコイン、本当にこれから買う人ってのはリスクが大きくてリターンがあんまり望めないんで、私はお勧めしないですね。アルトコイン全般的にお勧めしないです。もうちょっとね、遅いんですよ。で、これから儲ける方法はないとは言わないですけども、非常に難しいです。まだ誰も暗号通貨のテクニカルを、マスターしてないですからね。だからやっぱり FX みたいな簡単なところからやっておいて、まあ、暗号通貨はね、10万円とかポンと放り投げて、あと3年5年もう放置しておく、もうチャートすら見ないみたいな形がいいんじゃないかなと思います。気になってしょうがないでしょ、暗号通貨ね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。